こんにちは、リーウェイズの牧口です。 え本日はですね出張先の岡山から、えー、動画をお送りさせていただいております、えー、岡山の駅前にはですね桃太郎像があるんですが、まあ、これがなんか移転計画があるっていうことでですね、えー、まあ岡山駅といえば桃太郎の像というイメージだったので、えー、まあ残念だなと思うんですけど、まあ、それはやっぱり岡山の人たちもやっぱり移転しないでくれみたいな動きがあるみたいな話、まあ、昨日聞きましたねさて、えー、本日はですね何の話するかっていうとアマゾンとリアロージーの提携のその後の展開ですよね、えー、ついて おお話しさせてていいいたただきたいなという,ふうに思っております7月23日にですね、アマゾンがリアロージーと組んでですね、いよいよアマゾンが不動産業界に参入かということでですね、話題になったわけですけれども、まあえー、インターネット上でもですね、さまざまなメディアがですね、まあ、こぞってその記事を取り上げて、まあ、いろんな報道が進んでますので、まあ、その内容をですね、えー、簡単にまとめさせていただきたいなというふうに思っております。えー、ちょうどですね、1週間経ってからですね、えー、リアロージーの方がですね、エージェント X っていう、 エコ、えーで機能する、えー、リアロジーのエージェント向けのです、ねえーまあ、そういったツールをです、ね、発表しました、まあえー、これ何かっていうとです、ねえー、リアロジーのエージェントがアマゾンエコーに今日、ね、の予定何とかです、ねえー、お客さんの状況どうとかステータスの確認するみたいな、まあ、そういった形で業務効率を上げるための、まあ、ツールですよね、まあ、こういった動きから見てです、ねまあ、リアロジーとアマゾンの融合っていうのはです、ね、まだ、まあ、パートナーシップっていうのはです、ね、だいぶ進んできているなという印象があります このエージェント X は確か3月ぐらいに発表されてベータ版が出たはずだったんですけどいよいよ登場したっていう話ですね。さて短期ですね、えー、まあ基本的には 前回の動画ででもお話しさせていただいただり送客ビジネスですよね Amazon の,この短期経由で不動産を買いたいよとで場所を指定するとその担当のエージェントから連絡が来る、まあ、リアロジーのエージェントから連絡が来るっていう送客ビジネスなんですけども、まあ、それによってでさまざまなネット上の反応が見て取れるわけですね、まあ、大きく分けると3つの反応が見て取れます一つはですね、まあ、単純に喜んでこれから変革の時代が来るみたいな形で盛り上がっている人たち 今、ねえーまあ、15の都市でアマゾンとこのリアロジーの提携は、えーまあ、まずスタートって話になってるんですけど、まあ、そういったなんか単純に喜んでる人たちってのは、まあ、どっちかっていうとその15都市以外の人たち、まあ、これからどんなことが起こるんだろうワクワクみたいな感じでですね、まあ、見てる人たちが、まあ、一定数いるという感じですね。でまあ、もう一方の中ではではすね、まあオーマイガッド という感じですね、まあ、これからも不動産業界終わっちゃうみたいなですね Amazon、うん、に全部牛耳られちゃうというような感想を持っている人たちも一定てすみます。 結構大半がですね、生還している人たちですねどうせ大したことないだろうと思っている人たちも結構いるわけですね結局、送客ビジネスでリードは増えるんですけどそれはあくまでもリアロジーにとってのリードであって一般の不動産のマーケットにはあまり影響ないよねということですねリアロジーの市場性が20%ぐらいだと言われてますから20%のマーケットに対するリーチというのはそんなにメリットないだろうという話と実際にこのアマゾンの アマゾンスペシャルとか言われてるんですけどアマゾンスペシャルの恩恵を被るリアロジーのスタッフってまあ大体3000人ぐらいしかいないわけですねあの送客されて対応できる人たちですねとそのトレーニングを受けた人たちで、まあ、全米リアルタ協会に130万人ぐらいのエージェントいますから、まあ、3000人ぐらいがそこのニーズがあったとしてもそんなにまあ大きなインパクトじゃないよねっていうことが言われていますでまあ、レッドフィンの CEO もですねまあ アマゾン・リアルジー・パートナーシップ・ナートル・シーラス・メインチューナ・リアルレスト・マーケットって書いてありますけど、まあ、そんな大したことないよみたいなことをやっぱり言ってるわけですねでなんでそういうふうに、まあ、みんなが評価するかっていう話なんですけど、まあ、その料金体系にあります、えーまあ、こちらですね、えーまあ、送客によって、まあ、あのその短期経由によってですねユーザーが得られるメリットが書いてあるページなんですけど4000万円以下の、まあ、不動産だったら10万円のまあ 商品がもらえますと7000万以下だったら、まあ、25万円ですと7000万以上の不動産を契約したら、まあ、50万円もらえますというそういう契約になってるんですけど、まあ、これってそんな大したことないよねっていう、まあ、一方で、えーまあ、リアロジーの人たちにとってもです、ね、そんなにメリットはないって話ですね、まあ、それはやっぱり紹介量の高さにあります。まあ、経由で,です、ねえーまあ、リアロジーが そういうとお客さんを紹介してもらうと紹介料はアマゾンで30パー払わなきゃいけないって話ですよねでリアロジーに登録しているエージェントはリアロジーとのまあ利益の折半ですから、まあ、6対4の割合でまあ 6, 6割しかもらえないって話になってくると、まあ、もらえるインパクトが全然少ないわけですね例えばまあ普通のエージェントがまあそういったリアロジーとかに登録しないで自分の力で仲介決めたとします3500万円の不動産買ったとすると仲介手数料は買い主報酬の3%ですからまあ ですねで今回このアマゾンのアマゾンスペシャル使うと何が起こるかっていうと30%紹介料をまず取られちゃうんで、えーまあ、そもそもの手取りっていうのが、まあ、7350ドルになっちゃう73万円になっちゃうって話ですよね。で今度それが6対4に分かれるとですね、まあ、自分の手取り40万になっちゃうわけですよ。 で自分で仲介すれば100万円もらえるのに Amazon 経由でリアロージーの紹介のブローカーで、まあ、契約すると40万円になっちゃうっていう、まあ、これちょっと採算合わないんじゃないのっていう話がやっぱりリアロージーの中からも出てるわけですね、まあ、どっちかというとコードウェルバンカーの人たちから、まあ、やっぱりそういう意見とか出てるわけです。 でまあ、実際に、えー、それをするんだったら自分でアマゾンの商品プレゼントすればいいんじゃないって発想当然なりますね、まあ、100万もらって3500万円の不動産だとしたら、まあ、10万円のプレゼント分なわけですからじゃあ仲介実数をちゃんとやってでそのお客さん自分が仲介したお客さんに、まあ、10万円相当の,、まあ、あのバックをするって言っても自分の手元には95万残るので全然こっちのほうがメリットあるよねエージェントにとってはっい話になってますんで、まあ、だとしたらアマゾンスペシャルって別に使わなくてもよくねみたいな話には当然なるってるわけですね。 で大体アメリカのマーケットの流通のボリュームゾーンって4000万円以下の不動産がほとんどなんで、まあ、そうなってきたらまあみんなそういう自慢のプレゼントぐらい自分で払うわみたいな話になっちゃうんでアマゾンスペシャル使わないみたいな話がまあ一般的に今、えー、まあ言われているので、まあ、そんなに大きなインパクトないと言われているのがそこが理由があります。 なので、まあ、株価、ですねリアロジーがアマゾンと組むと決めた瞬間にですね株がガーンと一時期上がったんですけど、まあ、その後やっぱり市場が失望してですねずうずう下がっていってしまって今、どういう状況かというと、まあ、あの発表前よりもさらに株価下がっちゃって時価総額がまあ5億ドルになっちゃってるみたいな形になってるんで、まあ、非常にまあ市場の評価としては冷静だっていう状況ですよね。 でじゃあこれが本当に脅威じゃないのかって話になってくると1点可能性があるとしたらですねそのアマゾン自身が不動産業を、まあ、あの買収するっていう方法ですよねだって5億ドルぐらいだったら、まあ、全然アマゾンの資金規模からすると買えるわけですよ。ででままあ、前々からあああののジェフペソスはですね、えーまああの ここに書いてある通りですね。アマゾンウ f ルビギアンオファリングローコストモーゲージとかって書いてあって、まあ、あの不動産への参入の意欲はやっぱりあったとで。その参入の意欲が何だったのかって市場の憶測色々招いろいろマネたんですけど、まあ、一時期2年前ぐらいですね、アマゾンのサイトの中にこっそりとハイアーリアルタって書いてあってですね、あの不動産、えー、業者雇いますよみたいな感じであってですね、まあ、すぐこの、えー 記事,は記事というかあのページは引っ込んじゃったわけですけど、まあ、これがです、ねまあ、実際アマゾンが不動産業界に参入するんじゃないかって憶測を呼ぶ、まあ、大きな一つのきっかけになったわけですけど、まあ、実際そんなことを自分たちで雇わなかったとしてもです、ね、今回のリアロジーとの提携によって、まあ、リアロジー自身を買収すればいいんじゃないかって当然話が出てくるっていうのは、まあ、誰が考えても分かるんですよね、まあ、さっき言った通り5億ドルぐらいですから全然安いわけですよアマゾンからするとまあ記憶に新しいのはホールフーズですよね、えー、1兆5000億円で えー、過去最大のまあ、高級スーパーの買収みたいな形でですね。2017年に話題になりましたけど、まあ、それによってですね。まあ、amazon はリアル店舗を持って流通濃度を確保できてで、まあ高品質で高い評価を得られる宅配。 えー、というものの新業態まで、まあ、リーチすることができたっていうことで、まあ、すごいメリットあったよねみたいな話で、まあ、それこそアレクサにいいやいや玄米と豚肉もないんだけどみたいな話になったらホルフーズの宅配使ってですねそれが届けられるみたいな世界観が実現できちゃったという話は、まあ、記憶に新しいと思いますけど、まあ、それと同じことをやる可能性は、まあ、今後あるんじゃないかなっていうふうには思われていますなので、まあ、リアロジーがこんだけ株価が低いんで時価総額5億ドルぐらいだったら、まあ、全然あんま払っちゃいますよみたいな話になっちゃうんでそれによってですねアマゾン自身 が、まあ、不動産のリアルタ、えー、つまり、えー、リアロジーを傘下に置いてですね、まあ、不動産のビジネスに参入するっていう可能性は捨てきれないかなというふうに思っておりますなので前回の動画でも説明させていただいた通りまり、あ、この可能性、まあ、マーケットはやっぱりアメリカのマーケットで生きていくマーケットですねなので日本のマーケットでそれが通用するかっていうと、まあ、誰がアマゾンの傘下に入るのかってまあいろんな、えー、まあ 思惑が錯綜しますのでまあ、そこら辺はちょっとまあ日本では難しいんだろうなと私は思っていますけれどもまあ、今後も引き続きですねまあ、ビッグニュースなので、えー、この Amazon の動きとかをですねウォッチしていきたいなというふうに思っておりますまあ、本日の動画はですね以上とさせていただきたいと思います、えー、それではよろしければチャンネル登録の方お願いいたします <music>